宇野くんと鍵山選手のあのプレカンで、えー、質問面白い質問とか受け答えがあったみたいなんで、えー、パーシー日記さんの、えー、コメントをまず、えー、見ていきたいと思いますよろしくお願いいたします株君、えー、また長いですがプレカン宇野選手と鍵山選手の部分ですまず司会の方が、えー、日本にまつわる世界選手権記録を紹介します 男女アビック優勝は今回で3回目です。えー、すごいですね、今回3回目ということみたいです。2010年の高橋大輔、浅田真央、2014年の羽生結弦、浅田真央、そして今回の宇野昌磨、坂,坂本花織です。そしてもう一つデータがあります。実は日本人選手が1回の大会で4つのメダルを取ったのは。 えー、2大会あるんです。1回目は2012年のニースの世界選手権、そして今回の世界選手権です。えー、アビックは入らないのかなちょっとここの理解は、えー、できていません。昭和、あなたのコーチ、ステファンは、えー、2度の世界チャンピオンです。来年の埼玉でも優勝を狙いますかと質問。えー、これをちょっとここまでちょっと感想を述べると、あのー、 オリンピックのシーズンの世界選手権は日本が男女のアベック優勝をしているというのが分かりますね。これは一つ傾向としてありました。そして宇野選手、これについては何度も取材して話しているけど僕は順位を目指すとあまり得意ではない負けず嫌いだけど自分のためだけにスケートをするのは得意ではないもちろん優勝したら喜んでくれるという気持ちはあるけれど 一番は今期、ここ数年なかなか成績が取れない中でも応援している方がいたり、なえー、何もできない時に支えてくれたステファンの下で素晴らしい成績を残したいという気持ちがあった。それでも今回優勝できたことも嬉しいけれど、感極まって涙は流れなかった。それは優勝がゴールではないから、えー、ゴールはどこにあるかわからない、もっと成長した先にあるんだ。 あるんだろうなと思うえっとこれについてはあのここがちょっとポイントですね「感極余って涙は流れなかった」うんあのそれは優勝がゴールではないからっていうところがちょっと、えー、あの考えさせられますね僕は、うん。続いて司会者が狩山選手に、えー、2度目の2位「昨年と同じような感じそれとも違う」と質問。 狩山選手、これには、えー、去年は何も考えないまま世界選手権に出て、えー、銀メダルを取ったのが嬉しかった。取ったので、えー、嬉しかった。でも、えー、何も考えていなかった。えー、今季は、えー、長かった。最初からうまくいかなくて、自分を見失,見失っていた。それでもシーズン過ごす中で目標を立て直し、さまざまな道のりを乗り越えての、えー、銀メダルだったので、 悔しいけれど達成感はある来季に向けた一歩になった来季この悔しさをぶつけたいということですねこれについては本当鍵山君前半本当に苦しんでましたよねあのかなり、えー、苦しんでいたんでオリンピック大丈夫かなと思うくらいですね心配だったんですけど全日本選手権すごくいい演技をしました。 あと急遽行われたイタリアのフリースケーティングでもですねかなりいい演技はして復調の道は作ったんですけども結構、悪戦苦闘ていうのはありましたよね続いて海外記者が狩山選手に日本の選手は技術の限界を乗り越えたチャレンジをしています宇野は4回転フリップ羽生は4回転アクセル来季以降挑戦したい新しい技はありますかと質問あ これはちょっと気になる質問ですね鍵山選手、限界値を上げることをしているので、挑戦は変わらず続ける。しかし、4回転ループがなかなか決まらずに終わってしまったので、練習してまずは精度を上げたい。4回転フリップか4回転ルーツか分かりませんが、やってみても,、えー、やってみてもう一つ増やしたい。ショートプログラムに関しては、構成は変えず、コンボを後半に入れるなど、 でできる範囲での挑戦とかまあ4回転ループはねオリンピックから挑戦してきてるというところですも、まあ、そこが、まあ、単体戦個人戦ともにこうオーバーターンだったりとか、えー、ちょっとこう回転が足りなかったりかな、まあ、ステッピングアウトでしょうかねとかね今回の両足着表とか、まあ、ミスがあ,ありますのであのなかなかその4回転ループまだものにしていない感じが あの試合ではありますので、えー、まあ,あの本番あの決めていけるようにですね今後やってからまあ次のジャンプとかを調整してやっていくのかなという印象でしょうかね、うん、練習とかで4回転フリップが決まっているという話も聞いたことがあるので、まあ、結構あのぼちぼちやっていくのかなといった印象を持つんですけれども。うん 海外記者から宇野選手に我々も長年あなたが表彰台の真ん中に立つのを待っていました、えー、感動した以前はトゥーランドットなど、えー、グラマラスな音楽を使っていた時もありますグラマラスな音楽っていうのもちょっと気になりますね、えー、ボーレードも面白く再解速したような曲調、えー、難易度の高いプログラムの中で音楽がどんな支えになっているのという質問ですね でこれについては、小野選手が、ショートは曲が比較的スローなんで、曲と合わせて、えー、体を動かすことで、無駄な力が抜けて、体力的にも楽。で、フリーはアレンジも相まって、振り付けも相まって、体力をとても消費する最後の大会で、ようやく最後まで滑りきれる状態になった。えー、週1から2で、あのショート、残りをフリーの練習に当てても、ここまでかかってしまった。 今後違うプログラムをしたとしても、えー、このプロよりも楽だなと思えると思う。うん、これはちょっとあのマーカーでございますね。このプロよりも楽だなと思うっていうところが深いですね。うん、あのこれはとてもいいですねあの。他のプログラムやったとしても、ね、あの楽になれるっていうのはすごくいいトレーニングにもなりましたね。 坂本選手も、ウマンという難しいプログラムを演じてましたけど、これをやったことによって、本当にどのプログラムも楽になるんじゃないかなって思うので、そういったプログラムを1つ作るっていうのはいいことですよね。うんはい、そしてここでステファンが登場して一言、ステファン、一言だけ、ショーマ、さらにステップアップするから、えー、楽にはならない、ハードワークを重ねるからこそ。 良い選手になるんですよその先にはまた新たなチャレンジが待ってるんだよすいません僕も不意に笑っちゃいましたねこれ <laughs> ここはちょっと面白いですね笑ってしまいましたあのここは、えー、MVP だと思いますはい、えー。続いてまた海外記者が宇野選手に、えー、今,後ス今後スイスに残って練習するの今後のスケートのスケジュールはと、えー、質問 これについては、あの選手はですね、宇野選手、今決まっている予定はアイスショーにたくさん出ること、プログラム作るのに一旦スイスに向かうけれど、何月になるかは未定プログラムができ次第アイスショーで人前で、えー、そうですねあのえ、そして何月になるかは未定あのアイスショーで人前に移動する、それによって新しいプロをなじませて、 試合に挑む形を取りたい続いて、あの海外育者が宇野選手に2026年の五輪まで現役を続けるとの質問。これはですね、非常に興味深い質問でございます。ちょっと見ていきましょう。宇野選手、え僕は五輪という舞台を目標にしたことはないので、僕が何を目指してスケートをしているのか分からないけれど、今考えているのは、より来年成長する。何年もかけて成長したい。 その先に五輪があるかもしれない。ただ、僕の考えはここ数年、数ヶ月でも大きく変わるので断言できないが、自分にとって次の、えー、次、スケートが苦しくなった時に、もう一度このような気持ちでスケートに向き合う気持ちになれるかもわからない。そのため、次の五輪はこうとは言えない。なるほどですね。あのー、まあ一応こう、ぼちぼち一年一年。 目の前の試合をこなしていった先にオリンピックっていうのがあるのかなといったらそういったイメージでしょうかね。うん。はい。まあ個人的にはね、なんか続けていってたな気はするんですが、えー、最後に日本人記者が宇野・鍵山選手に、宇野選手、ステファンに改めて伝えたいことがあれば聞きたい。また今期は鍵山選手の存在が大きい。憧れの姿を見せたいと言っていたが。 今回その姿を見せられたと思うけど、その辺はどう思う鍵山選手は宇野の姿を見て感じたことを教えてほしいと質問。について、宇野選手はですね、ステファンには感謝しているけれど、これからもまだまだ成長、まだまだ続けるので、これからもたくさんお世話になりますという気持ちです。ユ馬くんに関しては、ユ馬くんの存在が今季本当に大きかった。ああ、やっぱりですね。今回のこうやって大きな舞台に、 え戻ってこられたのは間違いなくゆうまくんの影響が大きかった,大きか,ったからだと思う憧れの存在になりたいって言っていたけど今はお互いが刺激,刺激し合って成長し合う年齢はだいぶ離れているけれども友達だと思っているので憧れとか遠い存在のように扱われるように友達として精査だけもして今後もやっていきたいいやこれは素敵ですねうん僕は本当にこれは 愛というかと友、友愛と言いますかね、友の愛といいますかね、そういったものをすごくやっぱり感じます。僕もね、それを今回ずっと感じてきていたので、あの宇野くんと狩山くんの同盟といいますかね、そういったものが本当にあったんで、宇野選手にそういうふうに考えていたんだなって、やっぱり思いましたね。で、狩山選手のスケーティング、宇野くんにこう似てきたっていうね、話ししましたけど、やっぱりこう、お互いこう見つめ合って、精査だけまして練習してきてるんだなっていうのを改めてこう感じるので、 これ野くんからこの発言が出たっていうのはすごく嬉しいですね。うん。えー、そして鍵山選手はインタビューなどで、宇野選手の演技は見れていないけれど、キスクラの様子だけ見,ら見れた。見れた。あんなに喜んでいる宇野選手を見るのは初めてだったんで、相当いい演技をしたんだなと思った。僕にはわかんないけれど、本当にたくさん苦労とか、いろんなことを乗り越えてきたから優勝できて嬉しかったんだろうなと。 一緒に練習してても圧倒されるし、これからも宇野選手を追いかけたいなと改めて思った。また次の試合で、えー、そうですね、一緒にあの、次の試合で一緒に滑るのが楽しみ。自分がどれだけ成長しているのかと、えー、どれだけ近づけるかっていうのを早く練習して次の試合で試したいと、こんな感じでした。長くなってすいません。 個人的に途中でステファンが出てきたのがつぼれでした。いや、すいません。僕もですね、不意に笑っちゃいました。ものすごい面白かったですね。でもなんか、宇野くんと友野くんの友情というか、まあそういったものを感じられて、伸り越えて、切磋琢磨して練習していたのかなっていうような、そういった一面もありまして、ありましてとても良かったです。でも、宇野くんはですね、このプログラム作ったから、他のプログラムを楽かと思いきやですね、どんどん大変になってくるそうなんで、 ちょっとねそこらへんが、あの、気にはなるんですけどもね、うんえー、ステファン先生、お手柔らかにお願いしたいところでございますけどもね。はい。パーシニックさん、ありがとうございましたあの。とても面白かったです。はい。続きまして、マスミンさん、ありがとうございます。宇野選手、世界チャンピオン、おめでとうございます。今日はこんなに深い深い深い,深い感動をいただけて最高です。しょうまくん、ありがとう。私はこの日を忘れません。 えー、5本目ワードを飛んで最後のステップで足が疲れたろうに過去フランスで沈み、えー、今フランスで頂点に駆け上がりましたね全てはつながっていたのかな、あのー、おっしゃる通りですねここって本当にこの部分っていうのがあったからこそ今があるのかなというふうに、えー、思いますあのー、本当にね、えー、何事も試練ってなければいい気はするんですけど逆に試練があったからこそこう 今がもっと輝くといいますかね、そういったものがある、しかも同じ地で脱会、えー、できたっていうのは、これは本当に忘れることはできないですよね。これで4毛布にも金メダルの香りを届けられますね。翔馬マ君は、ね、この後スイスに戻るすぐに戻るのかな翔馬くんの一番推しのファンの皆さんも本当に良かったですね。おめでとういやフィギュアスケートっていいですね。いやいいですね。改めて あの世界選手権見てきましたけど本当にスポーツっていいなとフィギュアスケートっていいなってね思いましたね今回ははいレモンミカンさんありがとうございますえカ株君サッカーワールドカップカタールの予選で日本は出場決定したみたいということですね イタリアは2回連続の出場を逃したらしく頭を抱えて嘆いていますあ、イタリアは結構強いイメージがあるんですけど負けてしまったんですねベルギーは強いですよねもちろん出場決定ですよねあれベルギーって逃した気がするんですよねあの友達に聞いてみますはい確か逃した気がするそれでなんか落ち屋状態になった気がするんですけどちょっと友達に聞いていきますねはい。 えクイーン・オブ・ハートさんありがとうございます。日本男子、女子ともに金メダルは本当に嬉しいです。オリンピック、金メダルが出場していない点など、えー、とやかく言う人はいますが、えー、宇野選手、坂本選手ともに内容があの素晴らしくて、えー、誰に恥じることもないチャンピオンだと思います。勝負の世界にもしもは言うべきではないかもしれませんが、もし、ロシアが出場していたら、 男子はともかく女子は枠的にも厳しかったことを考えるとそこは幸運,だったかと幸運だったということは指摘されても仕方ないかもしれないですね。まあそうですね、ぶっちゃけるとロシアはもうこれはもう強いです。めちゃめちゃ強いです。まあドーピングやっていたということもありましていろいろ波紋は広がってますけどただ強いのは事実ですね。うん。はい。えー、そして、ひろひろさんありがとうございます。 翔馬くんおめでとう。やったね。2014年以来のアベック優勝。めでたい。次はスーパースラムかな。ともとくんもお疲れ様でした。ジャンプがちょっと残念だったけれど、ステップやコレオシークエンスはさすがな出来栄え。見てて一緒に踊りたくなっちゃいました、えー。次はアイスショーですね。日本でお待ちしています。ところで、今回のメダルなんですが、すごく大きくなった感じがします。 大ききくなっったたた気がしししししまままませんかあちょととね過ごしててしまいいいいチェックしていきたいと思います今までの世界選手権のメダルってもっと小さかった気がするんですが他の大会に比べてすごく小さくて何でこんな小さいんだろうといつも思っていた気がします気のせいかな、まあ、確かになんとなく世界選手権のメダルってあんまり大きくはないですよね今回はもしかしたら大きかったんでしょうかね、うん、そこらんちょっと注目して あのチェックしていきたいたと思いますはい、でもこれはロシアに対するアピールの可能性もありますけどもね、まあ、そこはちょっと置いておきましょう。ゆうのややさん、ありがとうございます。かぶさん、宇野くん、優勝しましたね。おめでとうございます。鍵山くんも銀メダルでワンツーフィニッシュでした。男女とも日本が優勝に終わってよかったですね。うん、まあ、次はですね、ワンツースリーがね、みたいです、僕は。はい。 ア、はいえー、あっきさん、ありがとうございます。これでシングル種目は日本がアベック優勝です。思い返せば2010年の鳥の世界選手権も、えー、高橋選手と浅田真央選手でアベック優勝した大会です。12年越しのサプライズですね。あのオリンピックシーズンが本当にこう強い、日本強いですよね。えー、あっきさん、2010年もアベックです。そうなんですよねだから オリンピックシーズンの世界選手権は強い傾向がありますね。クイーン・オブ・ハートさん、ありがとうございます。そうまあ、最高でした。これほどの高難度の構成では、パーフェクトはなかなか大変だと思いますが、よく頑張ってまとめてくれた。いつもの見せてくれた。ありがとうと言いたいです。えなんかもったいなくて、えもうワンシーズンボレードをやってもらいたい気持ちです。どうでしょうかね。このボレードをまだ、ね、今年、 あのー、ね、あのー、今シーズン初めてですのであのー、来シーズン以降のプログラムどうなるのか気になりますよねうん小野君としては変えたい気持ちもありそうな気はするんですけど果たして引き続きボレードやってくるのかどうかそこもちょっと確かに言われてみると気になりますねうん梶原さんこんにこんばんはカブ君嬉しいです 最初の4回転ループ決まった時点で少し落ち着き始めました。えー、友野くん、始まったあたりから、えー、ドッキンドッキン、狩山選手、本当に美しいジャンプ、これには勝てないわと腹をくぐっていたら、えー、完璧でもなかったのかな。昭馬さん見ているうちに、やっぱこの人の底力、根性はただものではないと、えー、惚れたミラノワールドと同じ感情が湧きました。 今はほっとしして寝ます人生最高の日でしたなるほどあの、いい演技をして、とてもいいから、あのいい演技ができて、皆さん、ぐっすり寝れるという人もいれば、いやー、興奮しすぎて、アドレナリンが出まくって寝ないという、いろんな人がいてですね、もう最高の日でございますね。はいそして、アッキさん、ありがとうございます。宇野選手、狩、えー、山選手、ジョー選手、おめでとうございます。選手、それぞれの思いもあったと思います。 五輪に出場できなかったジョー選手、お父さんと二輪三脚で歩んできた狩、えー、山選手、そして初のワールドタイトルを手にした、えー、宇野選手、その他出場できなかったり、えー、残念ながらあの表彰台に上がれなかった選手もたくさんの思いが詰まった大会だったと思います。いろんなことが起きた4年間でしたが、そのフィナーレにふさわしい大会だった,こだったと思います。本当にお疲れ様です。 ま思い返せばです、ね、本当にいろんなことがありました、まあ、今シーズンだけでもです、ねまあ、オリンピックから本当にいろんなことが起きて、世界選手権、オリンピック終わった後からもいろんなことが起きて、ね、まあ、カオスなことも続きましたけどもね、そんな中でまあこういった選手たちが活躍して平和な気持ちにもなったんで、ととても良かったと思いますもう本当にいろんなことがありす,ありすぎましたよね。 三輪、えー、さん、こんばんは。カブさん、ショーマくんがついに世界選手権6回目で悲願の金メダルを取りましたね。やはりあの涙のフランス大会から何かつながりを感じますね。僕もここから、これがあったからこそこう味が深まったと言いますか、逆にその新しい商馬を作ってきたというところがやっぱりある。そして北京オリンピックの後の世界選手権がフランスと聞いた時から、私はショ君マは絶対にフランスで取るからと信じていましたよ。 なんか運命を感じますね、えー。もう嬉しくて、後半の4回転フリップが、えー、決まった時には、私もガッツポーズをしました。6分間練習で転倒していたから緊張しましたが、決めた。連続ジャンプ一つ惜しかったけれど、ジャンプ一つ一つの加点もついたから、ご愛嬌ですね。4回転トーループね、あそこがやっぱちょっとなかなか難しい部分なんで、多分4回転とトリブル等のコンビネーションジャンプ予定していたと思うんですけども、まあ前半で4回転とダブルトーをつけたんで、 あのリピートにはならなかったんですそこがねあの、不幸中の幸いでございますね。まあ、オーバーターだと減点が最小限になるので、そこが一つ良かったかなと思っています、えー。3連続はトリプルアクセルが滑ったのかなご愛観で、えー、1回転ちゃんとつけて、リピートなしのカバー力。最後のス,ペーステップはうれ、えー、しそうで、最後のキミポーズはステファンも一緒に。まあね、ステファンも一緒に踊ってますよね。ここは、ね、多分 踊っっててるなって僕はね、まあ、トリプルアクセルのところめちゃくちゃ緊張したんで、ちゃんとステップ見ることができなかったんで、あとでもう一回カウンチェックしていきたいと思います。ステファンも嬉しそうだし、デミさんも一緒にキスクラを抱き合い、大興奮、もう忘れられない大会になりました。今からニュースあるから、まだまだ見なくては寝れませんね。朝のニュースやいろいろ録画予約も準備万端、あ準備万端お、OK ですね。 今度はさすがに放送されるはずで楽しみです。青ボレドもキラキラ美しく顔がさらによく見えてよかったですね。ショマ君泣きそう。泣いていた今回あん泣いてなかった気がするんですけどね。泣いてましたかねうん。なんかチャンピオンになったんですけども、まだまだこれからなのかなっていう言わんばかりに泣いていなかった感じがありましたよね。フランスのお客さんにもありがとうですね。盛り上がりました。ね。あの、エキシビションも楽しみですね。 やはりマイケルかなまさか何か違うのを楽しみですね。カブさんの YouTube に鬼語りかなりした回,回が。 ありがたりかなり境がありましたいつもありがとうございますいや本当にこちらこそどうも本当にありがとうございます僕もですね皆様のおかげで本当にね楽しくそして新しく勉強にもなったこともたくさんありますまあ、たまにねこうね、えー、炎上って言いますか物議っていうのもありますけど、まあ、本当にね勉強とかねいろんなことを学んできたんで、まあ、それが本当に良かったかなと思います、まあ、これからもどうぞよろしくお願いします これからですね、シーズンがまだ世界ジュリアがありますけど、シーズンが終わっていきますけども、まあ、砂漠にならずオアシスを提供できればと思います。時にこう、荒れながらも時にこうね、えー、愛の動画をね、ちょっと上げながらね、楽しんでいきたいなと思っておりますので、はい。よろしくお願いします。うん、夏とかの夏、どうしてもね、砂漠化しちゃうのでね、フィギュアスケートは。うん、はい、えー、クイーン・オブ・ハートさん。 狩山選手の後半のトリプルアクセルはショートの記憶がよぎって思わずブレーキをかけてしまったのかもしれませんね。もったいなくて見ていて悔しかったです。いやー、悔しかったですね。まあ、僕もあとでリピートして何があったのか見ていこうと思うんですけど、あそこのシングルアクセルはねちょっとあそこはトリプルを飛んで欲しかったですよね。うん。はい。なみなみさん、ありがとうございます。2019年のグランプリシリーズは。 えー、グルノーブル、あ、なるほど、グルノーブルですね、だったかな。あの時の悔し涙を同じフランスという地で、うれしい涙に変えられたのは、とても感慨深いものがあります。今回、コンボ券を使い切れなかったし、えー、最後の、えー、3連のシングルフリップなど、ちょっとあの残念だったのもあるけれど、これはまだ伸びしろがあるということ。でも、4回転5本、しっかり入りました。4回転フリップも後半に持ってこられました。 今シーズン大事な時に怪我もあったり、うまくいかないことが、あのうまくいくようなあ、うまくいかないこともあったよと思いますが、翔馬君が言うように、よく言うように、練習は裏切らないですよ。今回は、えー、誰々が出ないからという人たちも、 いるのも分かりますがシーズンを通して怪我をしながらも試合を欠場したいのも実力の一つだと思います。あのこれについては試合にあの出ない出るっていうのは関係なし、その試合にこう出る選手の中でやっぱ優勝を目指すのであんまりこれって意味がないんですよね。だから僕はう宇野君がどんな形であれ世界チャンピオンで何も揺るがない世界チャンピオンだと僕は思っております。あまりき馬くんが怪我で欠場って 欠場ってそういいいえばあまり聞いたこととはないかなか確かにですね結構怪我をしても強行出場っていうのがありますので、ね、野野くんってあんまりそのね怪我をしたっていう抗原をしなかったりとかするっていうことが多いので「えう野くんそんな怪我をしていたの?」っていうふうにびっくりすることが多いですよ。 もちろんね、宇野選手の親密なファンの方々、皆様は、まあ、結構早く情報を手に入れて、宇野君、実は怪我しているんだよって知っている方も多かったりするんですけどあの、結構知らない方も多かったりするんで、そんな状況が難しいですよね。そして、さらなる進化、私も期待しています。いや、本当ね、ここからがスタートな感じがしたんで、えー、なお、面白くなってきましたね。はい。ハロー、IMIM。 はい。 ディセクティトゥビージャパニーズチャンピオン。ということですね、天竜でございます。愛あふれる、えー、コメントでございますね。うん。う、え、のー、くんの、えー、スケーティングはとても、えー、面白かったです。あの彼の美しいパフォーマンスだけではなくて、私たちは、かぶくん TV、えーコ、コメントに,、えー、コメントにあの書いてあった皆様のかぶくんのあ、僕のですね、 カブくん TV の中のコメントですね。それして私たちは、ショーマー選手のコーチ、ステファン・ランビエールがリンクのあの、リンクの外側でダンスをしているのこととかでしょうかね。一緒に宇野くんやステファンもダンスをして、すごくそれも良かったということですね。コンクラトレーション、祝福ですね。ショーマー、あなたはディセーブ出って何だっけな日本のチャンピオンになりましたということかな。ディセーディブがちょっと分からないですね。はい 天球ベリ k y o はい。えー、ひろひろさん、ありがとうございます。かぶくんの友野くんの動画を見ながら、私も書いたリストを見直してみました。かぶくんのおっしゃる通り、ジャンプは残念ながらマイナス多かったですね。特に4回転サルコーとトリプルアクセルの減点が大きかったのが痛かったかな。いやー、そうですね。4回転サルコもうちょっとこう、こらえてればね、転倒にならなかったんで、そこはちょっと悔しかったですね。うん。 あのトリプルアクセルもあそこも綺麗に決まっていればともども君加点が伸びていくので気にしてなんですけどもね悔し,さ悔しさがありますステップスピンすべてレベル4だからさすがって感じですあスピンステップは全部レベル4ですかだとしたらなおさら悔しいですねうんでもあの短い期間で本当によく頑張ったと思いますはいえー、ミーヌさんよろしくお願いしますほとんど株君と同じリアクションを、えー、してました 特に友野くんは本当に一緒。今じゃはループが惜しかった。でも本当良かったです。えー、宇野くんはもう最高でした。もうめっちゃテンション上げ上げで見ていました。えー、友野くんはジャンプ失敗したけれども、コレオは世界一。いや、本当ですね。あのコレオシークエンスは。 友野選手にしかできないと言いますか他の選手がイーグルとかねスパイラルとか、まあ、そのうーってこう滑っていくようなものを選択する方が多いんですけど友野選手のスパイラルを駆け巡っていくような、ね、躍動感あるラランドのステップこれをシークエンスこれはもう本当圧巻ですね、うん、傑作と言ってもいいんじゃないかなっていうぐらいの、えー、パフォーマンスでございます結構ミスはあったんですけどでも友野の君の表情が明るかったんでそこが僕はすごく良かったかなっていうふうに思うんですよね うんはいえっと、でも来シーズン世界選手権、世界選手権、来シーズン確か日本で行われるっぽいんですよね。うん、そこで、えー、友野君、えー、また世界選手権出るかどうか、ちょ注目でございますね。はい、美輪さん、ありがとうございます。そういえば、今回世界選手権金だったから、えー、ミラノオリンピックならゴールデンスラムでは、あ、なるほどですね、あのもし金取ったらゴールデンスラムになりますかね。 翔馬君もジュニアからグランプリ世界選手権とか金あるし、四大陸も金あるから楽しみです。翔馬君はまだできるのを残して、どこから来季のモチベーションにつながるから大丈夫。こんなもんじゃないですよ。我が推しの翔馬君はまだまだ成長しますよ。楽しみです。もしこれ、ミナノオリンピックで金取ったら多分ゴールデンスラムになるかなねえ、気になりますよね。多分なると思います。なので、目指していってほしいなと思うんですけども。うん はい花さん、ありがとうございます。えー、かぶくん、動画いつもありがとうございます。宇野選手、優勝、嬉しくて、嬉しすぎて泣きました。えー、まだ思考がまとまらず、ぐちゃぐちゃ状態ですが、今とても幸せです。こんなにも感動させてくれた宇野選手は、私にとってフィギュアの神様です。それと、かぶくんのおっしゃる通り、これからがスタート。to be continued 感。 わかりますなんかね、ほんとそんな感じがするんですよ。なんかね、金取ったのに、あれ、宇野くん、これからみたいな、うん、なんかそういう感じがあったんですよね。うん、これからも楽しみすぎます。ああ、幸せだな。頭が働くようになったら、また語りに行きます。ありがとうございます。うん、なかなかね、ちょっと、あの今夜は落ち着き、落ち着くことは難しいですよね。うん、はい、えー、そして、ひろひろさん、ありがとうございます。かぶくん、こんばんは。 カム君がいっぱいアップしていくれたんで、どれにコメントをするか迷いますが、こちらにお邪魔します。まず、サットンの現役引退びっくりです。えー、本当ですよねあの。まだできるかなと思っ,ていたの思っていましたが、残念です。確か、今度のアイスショーに出演すると思うんで、そこで目いっぱい応援したいと思います。あの情報によると、カナダでね、カナダでアイスショーに出るみたいなことが言ってましたよね。えー、ジュンファン選手の棄権も残念です。 見たかったな、そうですね、チャ・ジュンファン、あのね、危険残念です。もう一人の韓国の選手見たんですが今回ミスが多かったですね、順位を下げてしまいました、ショートはめっちゃ良かったね。フリーがね、4回転サルコウもトリプルアクセルもミスが出てしまって、かなり残念でしたね、えブライアンも見たかったし、あと感じたのは、キーガン・メーシングがすごく痩せたような気がしました、あー、なるほどですね、キーガン・メーシング4回転ルっちやってましたけどね、ちょっとミスが多くて、うん。 敵をはやしてたからかな、何か取り留めなく書きましてすいませんと、いうことヒーローガーシング言わせましたっけ、ちょっとそこらへんも決めて、もう一回リピートを見ていこうと思うんですけど、まあ、キーガンも今回、ちょっとミスがね、多かったですよね。うん。はい。そして、マスミンさん、ありがとうございます。続きコメント2でございます。鍵山選手も友野選手も重圧と緊張感の中、よく頑張りました。 すべての王者は過去にすごく悔しい思いをしています。えーまあ、それがあるからこそ,その味が出るって言いますかね。失敗と悔しさは必要不可欠なんです。だから大丈夫。感動ありがとうございました。ヴィンセントも無念の北京の後、メダルを持ち帰れてとっても良い結果でした。あと、翔、え、馬、ー、マ君がボレードの曲が始まるや否や、勝負師の顔になったところがかっこよかったです。ああ、なるほど、えー。これはちょっとチェックしたいですね。 株君は動画を上げるのに時間がかかっていたから、失神したので私は心配していました。これね、アップロード時間中なんですよ。今回50分の動画なんで、1時間ぐらいね、かっちゃうんですよね。うん、いや、でもね、今回は失神というよりも、なんかかしこまってましたね、うん。友野君の演技はあまりにも悔しかったので、ちょっとこう、呆然とした感じにもなってましたね、僕はね。 歌舞伎君のルームメイトは日本人ってテンションの高い国民だなって思ってるのかしら。まあね、どうでしょうかね。あのー、確かに日本人テンション高いですよね。うん。まあ、ベルギーとか、ね、ヨーロッパはあんまフィギュアスケートでこうテンション上げたコメンね、拍手というよりは、まあ、たサッカーとかの方がすごいね、あのー、な,なんて言うんでしょうかね、あの応援とか相手さん気がするんですけどもね。 うん、あんまりフィギュアスケートはギャーとかないですよ、名にね。うん、まあ,あの、いろいろあるかと思うんですけども、シルビア JP さんありがとうございます。はもう男子シングル、めちゃめちゃ面白くて、失神直前状態から意思状態を経過し、会見も楽しく見終わったところです。いやー、なりますね。あのー、本当とかったですえ。競技の終盤、しばらくの間、アメリカの2人とグリジアの長身の選手がガーデン風のベンチから、 動かない状態が続きましたがあの、このグリシャン選手とか、森内君のことですよね、その真ん中にいた鍵山君が、昌磨君の演技が終わったときに、呆然としているように見えたんですが、会見の話から、えー、理解するに、これまで見たこともないほど、キスクラで喜んでいる昌磨君の様子が珍しくびっくりしていたということみたいですね、メダリストの3人の中で一番幸せに見えたのは、ヴィンセントでした。 会見でも北京での経験がある意味、トラウマのようになっている中、今回諦めずにここまで来たことでまた頑張れるような気持ちになれたという趣旨のことを言っていて、この結果となって本当に良かったと思う、あなるほどですね、ヴィンセント選手、これはあのトラウマになっていたっていうところがやっぱりあったんですね。うん これ聞いて僕もちょっとなんか違った感情が芽生えてきました。翔馬くんとうまくんはダントツでしたね。しかも15点近く差をつけて1位になった翔馬くんですが、コンビネーションジャンプでトリプルフリップアクセルからシングルユーラシングルフリップとなってしまったところで笑っている顔がしっかり見えました。あ,あれ僕これ見間違えたかもしれません。もしかしてこれシングルフリップになっちゃったんですね。トリプルフリップかと思いました。かなりこれ 勘違いしてましたね。あのー、もう一回ちょっとチェックしていきます。えー、確か以前も言っていましたね。ミスしたら笑えてきたって。面白いな、翔馬くん。面白いけど、めちゃめちゃかっこいい。衣装も良かったですね。えー、狩山くんは、実は結構悔しいところもあったかと思いますが、若いので、まだまだこれからたくさん成長してほしいと思います。僕、これね、ちょっと間違えてましたね。あまりにも、あの、興奮しすぎて、最後トリプルフリップかと思ってました。シングルフリップだ,とだったんですね。うん。 はい、まあ、そんな感じでオリンピックと同じ、ね、ミスがあったかと思うんですけどもねはいそんな感じでございますというわけで皆さんありがとうございますこれで以上です。